それではコンシェルジュさんのコーナーですね。カモネさんです。こんばんは。はい、こんばんは。今日も地味でしょ。地味じゃないですか。地味じゃないし基準がおかしいよね。そう、まあ、エサーでしたよ、見たら。そうね、さっきのあのいつもの着物を着流して着てるじゃん、うん、あ、みんなでさ、はい、さっきのライブ行ったら、うん、いい感じよね、私たち。私たち。皆さんの着物かっこいいのもん。ありがとうございます。本当自己流なんだけど。それがいいですよ。ね、でも短かったりさ。でもちゃんと着た方が男性が優しいってことが分かった。なるほど。着流しするとやっぱ怖い女って見られるみたいな感じがする、ね。まあ十分多くは高ならないけど。迫力はある。そうね。さあ今日はどうしますか。今日はね、本を読むことについてちょびっとね思ったことを言おうと思っているんですけど、本読むってそのとても個人的な楽しみだと思うんだけども、まあ、あの小説でもビジネス本でも自己啓発本でも、まあ、エッセイでも、自分の頭にない他人の頭でを見れるっていう考え方を見れたり、自分は絶対しないよこういうことということを疑似体験できたり、恋愛できたり失恋したり、食べたり飲んだり、人を殺してみたりとかね、あの殺されてみたりとか、そんなあの絶対現実にはできない、あるいはしたくても、しないだろうと思うことができたり、あと何かあるとすぐ私本に逃げるんですけど、あの葛藤とかね悩みがあった時に小説読んでると、その主人公の、言動とか行動とか経験を通して、あのその回答が見えてきたりするんですよ、答えが。で、その疑似体験みたいですね。疑似体験で、それでその悩みがどん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 変わっていって、どうやって、ぐちゃぐちゃになったりとかって、で、あ、こうやってみんな自分だけじゃないとかね、で、こう、なんだそんなもんだったのとかね、なんかつまんないことないんだけどとか、ああじゃあもっと本読まなきゃいけないかなとかね、いろんなことを思うわけです、だから最近はほらあので電子で本も読めるけども、なんか電車の中でねゲームやってる人見てるとね、あのいいんですけど、もう読めばいいなってすごく思うんです、だって得ることが本当に多いし、そうですよね、本当にあの人の人生なんぼでもあの一緒に歩めるっていう、いろんな考えがあっていろんな経験があることをそこでね、知るからね。そうだから、ある言葉とかあるフレーズをヒントに、あの心の解放になったり、なんか難しかった話だよね今日はね。真面目だから、真面目だからなんか人の人生をね救うこともあると思う。だからあの必ずだってあの、自分の中でこの本とこの本とってあの代表作ってあるもんね。そうね、忘れられない一冊とかね、書き出しのあの一言がとかね、あともうあの自分のバイブルみたいにもう本当に持ってる大事な本とかっていうのと。ありますよ、もう落書きだらけ、思ったことその時に書いてるから、書く人なんだ、書く人なの、売れないの。綺麗に本読む人いるじゃない。いますよね、私なんか折ったり、ね、ラインマーカーやったり書き込んだりで大変ですよ。そうだから次の年に見たりすると気になったところが違うから、そうそうそう、ね、面白いですよね。自分の精神状態によって前に読んだ方が全然か、あの入り方が変わってきたりするから、そういうのも面白い、何度も見ると、だからあの例えば5年とか10年とか減ると自分もずあのそれに連れて変わってくるから、昔読んだ本って全然今と違うなって感じ方が、昔背伸びして、フランスワーズサロンとか結構10代に読んで、分かったふりしてたけど後から読んでみたら全然分かってなかった。そういうのもね、ありますよね。あと全然関係ないけどずっと読んでて、違う頭の別のところにあることがポッとね、 あ
それでって思ったりして、うんうんうん、だからもう発見とか宝がすごく多いと思う、うんうん、確かにね、うん、だから一生懸命書きます頑張ってください。おしゃれしながらおしゃれしながらねふらりふらり遊びながら、うん、遊んだりキュッとあのお部屋にこもったりしてあのカモネさんのブログ見てると分かるよね。あ、書くの終わったなって外に出ていくからね。そう、でも最近は書くの辛いのなんだらなんだらかんだらっていうのは書くのやめようとして、うん、なんか当たり前のことだから、うん、あ、そうね、そう、うん、当然ですね。そうです。だからこれからも頑張ります。頑張ってください。またおしゃれなのを書いてください、うん、はい、もちろんです。そしてあのいつも華やかな、そうだね、いでたちで登場してください。神社どこが。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。